はい、こんにちは。西荻フレンドリースクール事務局の松浦です。西荻フレンドリースクール公式ブログ幼児教育支援 .com 動画版、本日のテーマです。小学校受験、海外赴任をする家庭は小学校受験できないです。それでは西荻フレンドリースクール室長の近野由美先生、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、まあね、お父様がね、お仕事の関係でよく海外に頻繁に行かれますという方もいますしね、うちの子が何歳の時になったら多分また海外に行くだろうとかいろいろ考えちゃうと、ああ受験してもどうせ出ちゃうしってなっちゃうのかな。そうですね、皆さんそう考えるんですけれども、まあその1、まずね、はい、海外からちょうど年長になる時期に帰ってくるとか、または必ずその子が小学校1年生になる時には日本に戻るとかっていう方もいらっしゃるし、はい、まあ、当然小学校2年ぐらいでは戻るとかっていろいろケースあると思うんですよ。はい、でまずは海外から帰ってくる場合に関しては、まあとりあえず今海外にいるんだけど1年生2年生ではもう日本だっていう方の場合に、帰ってきて日本の公立に入っても多分そのぐらいだと帰国子女枠って使えないんだと思うんですよ。もっと5、6年とかにじゃないと帰国子女枠にも入らないし、宙ぶらりになっちゃうんですよ。はい、それで、まあ、その時に例えば日本に親戚とかがいる場合で、私うちのだいぶ前の時はベトナムの方にいた方だったんですけど、はい、小学校1年生では日本にも帰国するって決まってたので、それでどうしたかっていうと、もともと小さい時うちの生徒だったんですけど、はい、まあそういうこうコンタクトはあったんですけれどもね、で向こうのインターの幼稚園が終わった6月に帰国してきたんですよ。まずは子供が、ね、年長さんの6月そうですよ、はいはい、向こうのインターだから6月にはもう終わりますよね。あ、そうか、そう、だから一旦そこの幼稚園は卒業っていう形で、はい、それで日本に戻ってきて、それで6、7、8、9、10だから5ヶ月間、はい、で神奈川の学校も受けてるから 6、7、8、9、10だから5ヶ月間、うん、でとにかくうちに通って、それで一から全部、まあ、一応やり直したんですけれども、はい、それでちょうど10月ぐらいにお父さんもベトナムから帰国してきて、はい、それでまずは面接はとりあえず3人で受けに行ったんですね。だから今現地にいるっていうことはもちろん幼稚園の卒業も向こうのインターの卒業を書いて、それで必ず戻ると、1月にからはこちらの学校でっていう、日本でっていうことを必ず伝えて、それ見事に入ったんですよ。2つか3つぐらい、そんな短期の準備でもどうにかなっちゃうか なったんですよ。でそれはなんでなったかっていうと、はい、もうあらかじめ6月に帰国して何年海外にいるっていうことを言ってるので、うん、その分考慮はあるんですよ実は、うんうん、だからこういうことは知らなくてもしょうがないかなとか、あーなるほど、なるほど、だから内容でいてあるんですよ、なんとなく考慮がね、考慮が、うん、あ、じゃあこれぐらいしょうがないなって、まあそれはうまく願書にしたためるんですけどね。それで一応9月10 11月にはの終わりにはもう全て決まって、うん、日本で小学校の入学先が決めて、結構いいとこ入ったんですけど、はい、そのことで、ね、そう、でそれから11月の終わりから一旦帰国してベトナムに戻って、はいはい、それでベトナムでいろいろ、まあいろんなこと整理しながら3月だかなんかに帰国してきて、うん、そこからその小学校に通い始めた。子供にとっては結構慌ただしいというか大変じゃ大変ですね。そうだけど、ちゃんと自分のが幼稚園も小学校も決まって新たに帰ってるのでね、うんうん、そういうふうな決め方をするっていう、うん、だから当然前ロサンゼルスから帰ってきた人もそうだったんですけど、もうそういうところから帰ってきてるから、もう授業をやりながらお水飲むんですよ、こうやってペットボトルでちょっと日本式ではないと、日本はね、うん、みたいな感じだった。でもだん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 それも治ってきたんですけど、うん、でもやっぱり海外で育ってね、右手とか左手とかよく分からなかったり、ちょっといろいろあったんですけど、うん、でもまあそういう旨をちゃんと願書に書いて、やっぱり受験したら結構いいとこに
決まったっていう、だから少しそのうまく利用すれば韓流の部分が考慮されるっていう、うんうん、海外から帰ってくる人たちはね、やっぱり学校にどう伝えるかが大事であると。そうなんです、逆は。だから帰ってきたから無理かなっていうものでもないし、なんか7月にやっぱりドイツから帰国、年長さんの7月ですね、年長さんの7月にドイツから帰国してきて、結構歌とかもドイツ語だったり英語だったりとかちゃんぽんに出てくるんですけど寝言もドイツ語でしたね。そう、寝言もね、そう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 。だけど7月からやっぱり8、9、10、まあ、3、4ヶ月で、うんうん、やっぱりクリアして、だからどうしても英語の方が、でもそれはしょうがないですよねって向こうも思うわけですよ。日本にいて日本語ができないんじゃなくて、海外にいて、日本語がちょっとやっぱり、ちょっとやっぱり理解できないところもあるかもしれないっていうと、面接の時にそうかなって、ちょっと優しくね、やっぱりちょっと考慮があったりして、その子も入って、それで行きましたけど。だから決して海外から来たからってちょっとハンディはあるんですけど、それをうまく伝えればうまくいく場合もあるし、で今度はもう 1,2 年で小学校1年生入ったり2年生入ったりしたら海外に出ちゃうとか、そっか、初め日本で通ってて途中で出てしまう、そう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 、まあ海外赴任でも今みたいに入って、まあ2月にお父さんだけまだ向こうにいる場合はまた向こうに休学していくっていうケースもあるんですけれども、そういう形でだからとりあえず日本で受けて私学を例えば決めますよね、はい、そうした場合に1学期間だけ通ったら休学する権利があるとかね、そうそう、休学にも条件があって、ね、まあ、いろんな学校によってもう 1,2 週間いればもう行ってもいいとか、はい、で大抵よその学校を見ると1学期間経つと2学期までの間にその夏休みですか、ざーっと海外に行く、戻っていく人多いらしいんですよ。で条件としてはだからまあ各学校によって違うんですけれども、はい、4年生まで戻ってくるとか、5年生には必ず戻ってくるとか、だから1年生で入って1学期間だけ行って、そこからずっと、まあ、学費払わなきゃいけないのかもしれないし、それもまだ学校によってはね、条件が違うんですけど、でもそれから5年生まで席が残ってる、ずっと席が残ってるっていう。だから逆にまあ5年6年でしょうがなければまあお父さん残して帰ってきても、とりあえず5年で日本に引き上げたとしても居場所があるわけなんです。そうですね、全く分からない効率に来てね、全く分からない効率にこう入っちゃうよりは必ず戻してくれるっていうところがあるので、安心感、そう、それで5年で例えば戻ってきたとしたら5年6年をその小学校でして、そのまま付属があればそのまま中学高校に上がっていくっていうことができるんですよ。そうすると戻ってきても居場所があるっていうことと、それからなんていうのかな、中学受験もしなくてもちゃんとそこの系列の中学に行かせてもらえるっていう、やっぱり海外に行く時のその不安材料がちょっと減りますね。そうなんです、うん、席があるだけでもね、そうですね、でどうしてもそれ以上いても向こうの国で暮らしますっていうんだったら放棄すればいい話であって、そっか、じゃあ選択肢が残るというわけですね。そうなんです、うん、だからうちの上の子の時も、はい、結構帰ってきた人が5年で帰ってきた人って多かったですね、うんうん、だってね、やっぱりまあ、公務員の方でもそうですし、商社系の方とかでもそうですし、やっぱり定期的に海外行かれる方いますもんね。そうなんです、うん、でうちの下の子が行ってた明星学園って、はい、やっぱり中のカリキュラムがすごい特殊なんですよ、はい、なもんだから私はすごいなと思ったのが、その方がもう結構昔、もううちの子の時代だから、うん、1学期で4年だか5年4年だか5年だかの1学期で香港に転勤になったんですよ、はい、でその時に香港の日本人学校っていうのは公立だから、当然その時期にはこういうことをやってなきゃいけないっていうものがあり、うんうん、あるじゃないですか、全国みんな同じだから、と同じカリキュラムでね、やってますからね。それですごい、台湾だったかな、どっかに、
あの転勤になっていく子がいて、はい、でもう学校には戻ってこないんですけど、でもすっごい先生が補習をしてくれてね、その要するにその日本人学校に行って困らないように。あ、じゃあ学習進度合わせてくれた。そうなんです、うんうん、だから明星では全然学習進度違うんですけども、うん、その先生たちが、明星学園の先生たちが、うん、ともかく日本人学校に行った時についていけなくないようにっつって、あの特別にそのカリキュラムをこなしてくれてたっていうのは聞いたことがあるんですけど、それはそれでまたあの小学校によってはあのちゃんと向こうに日本人学校に行くっていう旨を伝えると、そうやってくださる学校もあるし、それは素晴らしい、すごいなと思って、私思ったことがあったんですけど、そううちの子がそう言ってたんでね、特別にやってるんだよみたいなことを言ってたから、だからそういう意味ではね、その海外に対しての行き来っていうのは、あの海外から帰ってくる場合でも、そういうこうちょっとしたあのあれは、はい、そうやっぱり違う国のね文化をこの小さい子が学んできてるんだっていう、でまた日本の文化も取り入れようとしてるその苦労みたいなものをまあ買ってくれたり、うん、なるほどね、うん、今はちょっと分かんないんですけど、早稲田なんかは海外のあの、はい、なんていうのかな、そういう履歴、はいはい、どこの幼稚園に行ってとかって、うん、海外の生活がある人は書いてくださいってわざわざある願書もあるんですよ、やっぱり国際感覚の部分をちゃんと評価してくださる学校もあるということですね。で、逆にあの海外赴任でもうせっかく私立入ったのに海外に行かなきゃいけないってなった場合でも、その休学措置があって何年生までに戻ってこなきゃいけないって言ったらば、ちゃんと戻る口がね、あのまたどうしよう、帰ってきてどこに行ってどうしようなんて考えなくてもちゃんと席はあるっていうところもあるので、それは調べてみると可能だと私は思うんですけどね。じゃあもうメールとかで学事課とか教務とかに聞いてみるのもありなのかな。もしかしてこういうケースの場合はどういうふうにしていただけるかとか、場合はって聞くの、もうそんな決定打のこと言ったら入れてくれないかもしれないが場合はとか言って、ね、家庭ふわりとね、ちょっとね、そう家庭の元でね、うん、聞いてみたりするのはいいんじゃないかと思います、うん、はい、ぜひぜひ参考にしてみてください、はい、であの聞いてみては分かると思いますが、フレンドリスクールかなりいろいろとあのそういった実例もありますので何か気になることあったらあの、まあ、質問だけでもね、あの相談会使えば大丈夫なの で、 そうです、ね、聞いてみていただければと思います、はい、あのね、海外の方はあのズームとか使えばね、そうですね、あの離れてても聞けますからね、海外の方は、まあ、こっちからあの通信講座もしたりとか、うん、して、あの、そうですね、うん、年少で例えば年長で帰ってくる予定がある場合は年少年中って結構私たち海外に送ってましたよね、うんうん、そうですね、うん、まあ今時国際郵便じゃなくて PDF で送メールで、ね、そうですね、送ったりもできますからね、昔はでも国際郵便で送ってましたよね、私たち ね、そうそう、僕入る前だったんで後で聞いてびっくりしました、すごい、そう、毎回毎回封筒に入れて郵便局に持ってって海外に発送してたんですけどね、うんうんうん、ということでね、まああのね、どんな環境であれ小学校受験はできるということで諦めないでくださいということですね、はい、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、またメールマガジンも配信しております、セミナーの先行情報、各種講座のご案内ぜひご参照ください、体験授業も受付しております、1歳6ヶ月から年長さんまでお待ちしております、あと今受験の時期なので、ね、受験関係のご案内もしたいと思います、面接特訓コースも受付しております、9月以降は少し、受付制限する可能性がありますので、ご興味ある方はお早めにどうぞ、西荻願書クリニックはご家庭のオリジナリティを重視した願書作成のお手伝いをします、願書の添削ということですので、まず願書の下書きが書けましたね、いよいよ送りますという前にちょっとチェックをしてほしいとか、おかしな文言書いてないかなとか、いろいろそういったチェックでも使えますのでね、ぜひご活用いただければと思います、こちらも9月以降は一部予約を制限する可能性がありますので、ご興味ある方はお早めにどうぞ、連絡先です、電話番号が 03-3390-0750 番、メールアドレスは info@friendly-school.com です、西荻フレンドリースクールでは引き続き小学校受験、幼稚園受験、海外での教育、英語教育など幅広いテーマでお話をしてまいります。よろしければぜひチャンネル登録もお願いいたします。それでは本日も最後までどうもありがとうございました。では失礼いたします。